はい、どうもセイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上決戦やっていきます。今回は、選択チャレンジやっていきます。では行きましょう。ボタン押してますよ。しなんとかエモンさん、渋エモンさんかな、先生取った。アテナキムか、これはキムにしとこう。どっちもどっちやな。ブライアンテリーな、テリーか。一応防御キム取ったんでね、これはイオリにしとこう。ロバート単体ばっかやな。覚醒渡して、覚醒とオロチ、メイリーとブルマリーね。こっちはルガールや、ルガール、マイ、ユリー、チン選ばれたキャラ非常にしんどいな。先生はでも取ってる。マイは置いとくかな。テリーも置いて、ユリかチンか、まあこれでいいか、これでいこうかな。全滅を狙えるなら狙いたいけどな。ちょっとでも火力がなさすぎて全滅もね、やっぱ狙いにくいかな。しかも覚醒のデバフ入ってるから、マイ以外は攻撃力ダウンしてますよね。そこもちょっとしんどい感じ。うわー、メイリーが強いな。こういこうかな。こういきましょう。これは使っていこう。ほう、天武客。チンのスキルでめまい入ってほしいけどね、パオ。どう ?15% ないか。パオに使われるね。でも今やったらアテナじゃないかな、これ。パオに使われても。あ、さっきパオ今使ったら回復力上がるんですけどね。アテナに入ってます。復活のバフはアテナ。これ、覚醒はゲージたまらないね。クマ投手がいないから。このターンではたまらない。から、どうしようかな。こういこうかな。で、ここはね、チン、テリーも使わんとこ。次のターン使いましょう。次のターンまで温存。お、めまいした。まあ、でも、行って遅かったな。さっきめまいしてほしかったけど。あー、これチンやられるんじゃないの?チンは、生かしてほしいけど。うわー、やられたわ。チン使いたかったな。これね、どうすっかな。ユリか。ユリとテリーじゃパオ倒せないよね。どうしよう、微妙やな、ほんまに。ルガール出すか。ルガール打つんですけど、真ん中飛んでほしい。あー、そこは一番あかんな。一番あかんとこに飛んだね、今。覚醒はやっぱね、イオリで倒したいんですけど、これリボルスパーク使われたら結局今減らした分回復されるからね。ルガールもう一回でもゲージ溜まる可能性あるね。ワンチャン。お、前で溜まるんじゃないこれ。お、溜まるね。確実に前で溜まります。そしたらね、どうしてもこの覚醒を倒したいから、そうやね。前は使おう。で、ルガールもう一回使おう。あかんって、もうなんでそれ。もうなんやそれ、もうルガール。一個も役に立てへんな。覚醒に飛んだり、パオに飛んだり、ほんまに、いらんことしかしてない、今のところ。なんでメイに飛んでくれへんかな。うわ、やってるわ、これ。もう無理や。もうほぼ無理っすね、マリ出されたら。あ、イオリ出したかったんですけどね。うわー、もうほんまにこれ、全部裏目や。メイリークリティカル出たし。ルガールがパーを倒さんかったらね、よかったんですけど、今んとこ全部裏目。ユリ出そう。さあ、ユリ出して。わあ、全然ダメージ取られへん。最悪やな、これ。展開が非常に悪いパターンですね、今回。これでもアテナ溜まるもんね、ほんで。もう踏んだり蹴ったりやで、これ。踏んだり蹴ったりとはこのことっすね。で、ここでメイスキル出ないし。ルガール倒してほしいときに、メイがスキル出ない。これ次あたり、ロバートとイオリ出して、あ、めまいした。マリーはもう2ターンなんで、バフが。次あたりね、ロバート、あ、ルガール倒しに来たわ。あー、もう復活するなよ、もう。ほんまにこのルガールだけは今回、邪魔してる。めちゃめちゃ足引っ張ってるわ。最悪やな、これ。あ、でもめまい入った。
もうロバートとイオリ出して覚醒を倒しに行きたいんですよ、さっさと。お、でもこのターンで、あーまた生きるわ、もう。あー、そやねー、ロバートと、ロバート出さん限りこれ覚醒倒されへんもんな。マイとテリー出して、もうこう行くしかないか。そやねー、いや厳しいな、どう考えても厳しいけど、もう行くしかないからね。ジュコラムから使おう。極限流奥義使おうて、これでも前使ったらまたルガールゲージ溜まるんで、もうここは、そうやなぁ、テリー打つか。覚醒倒せるかな、マイとルガール。あ、溜まれへんやん、マジか。挙句の果てにゲージ溜まらない。そしたらもうメインに変更します、ターゲットを。え、倒せないメイ倒せない、うわー、めちゃめちゃやわ、もうめちゃめちゃっすわ。ルガールのゲージ溜まると思ってたものが溜まらんし、でこれ覚醒がまたゲージ溜まってる可能性もあるしね。メイは多分溜まってるね。ほんでブライアンはめっちゃ考えてるけど、ブライアン出したのはいいけどどうしようって悩んでるんかな。うん、覚醒溜まるよね、リボルスパーク。まあこれルガール、あーはは、もうメイが、向こうのメイは全部いいとこ来るな、こっちのルガールは全部ね、いらんとこ飛んだけど。マジか、これ展開がえぐいな、これ全部外れ全部外れっす。これはメイは多分やけど出られるから、ルガールは使わない。やけどられましたね。まだキャラいっぱいいるもんな。てかもうすでに10ターンで負けてるんで、諦めよう。頂上決戦やっていきましょうか。今回は、センチャレね。風を操りし神。ゲニみたいな人っすね。シェルミー取ろう。先生取られました。シェルミーヘビー D。さあ、これは、おろしてるか。さあ、似たようなキャラが来ますね。これなんや、これ。オロチか。めちゃくちゃ微妙なキャラばっかやな。向こう、イグニスと、ベニマルと、オロチ・アシロと、チズル。ゲニとオロチ。全滅を狙えればいいんですけどね。全滅狙えるかな。シェルメ置いとこう。レオナか、キングか。そうやね、キングにしようかな。キングでいこう。あ、イグニスか。すごいね、パトカー聞こえます、これ。横3メートルぐらいにおるんちゃうかっていう勢いでパトカーが鳴ってますけど、サイレン。僕が長女やりだしたら急にサイレンになるんですよね。これ創生ではないよね。タクマゲージたまらない。このままいきます。このままいって。ひなこは次のターンまで耐えるかな？ひなこ使ってくるよね。全滅をね、狙えんこともない。ゲニがいるからね、こっち。頑張ればいけそうかなっていう。まあでも、ひなこ下げてくれな厳しいけどね。たくま生きてる。このまま行きます。このまま行って、叩いていく。これで下げてくれたらいいんですけどね、ひなこ。あ、下げた。下げたらチャンスっすよ。ゲンハリケーン使ってきた。キング倒すんかな？キングを倒す可能性あるね。そしたらチャンスっすね、これは。いいね。いい感じ、いい感じ。こういきます。サイレントフラッシュは使う。うん。これ、ベニマル叩いといて。いいっすね。全滅取れるんじゃない？もう。ほぼほぼ。ゲーについるからね、こっちは。で、イディアン。マッチャーも使ってくるよね。さあ、ヘブンズゲートはシェルミー。シェルミー叩きに来ましたね、そのまま。そのままシェルミーを倒すんかな。お、これは、なるほど。そしたらね、次ベニマルがね溜まってるんですよね、ゲージ。ベニマルが溜まってて、こっちオロチもいる。一旦レオナとか出してもいいんですけど、いやレオナじゃあかんか。これでいくか。
これでいって、あーちょっと待って、クリティカルやばい、クリティカルやばい、ちょっと待ってくれよ。クリティカル出るといけるね。危ねえ、クリティカル出るとほんま怖いわ。ゲインハリケーン、ここでオロチシェルミがもしワンチャンやられたらもうその時点で全滅取れますけど、まあでもこの体力やったらいきそうやな。あ、やられる？あ、やられますね。そしたらもう全滅取れたね。オロチとゲニとヘビーディーか、ここは。そうですね、オロチでワンチャン倒されへんな、これ前を。さっきオロチから行くんですけど、ダメージあんまないからね。倒してるわ。ほんならいけるか。今倒せないと思って一応ヘビーディー保険で出したんですけど、いけますね。やっぱりオロチとゲニゲイニッツがいたら結構全滅は取りやすい感じなんで、ただ今ワンチャンね、前のキャラがちょっと生きるかどうか微妙だったから、迷ったけど、まあいけましたね。はい、ではこのままもう一戦ね、いきましょう。ランクバトルをしました。さあ、センチャレね、今回は。選択チャレンジです。焼肉定食肉抜き。どういうことやこれ。サラダと、ご飯だけ味噌汁と。先生取ったね。これはレオナにしましょう。レオナ、ミスタービッグ。と、これはケイダッシュか。最後は UR シェン。結構攻撃的やな。ザキヤマ取っとけばよかったかな。防御がいないから不安やね。先生取ってるんですけど、防御がいないからね。不安定なメンバー。うわ、リンもいるわ。リンとオロチ。リン、オロチ、ネームレス、ベニマル。あ、セスいるわ。よかった。防御のセス。あ、ヒナコもいるね。結構、防御が安定してるわ。シェンはね、どうすっかな。シェン置かんでもいいかな。あ、でも置いてる方が良さそうな気もしてきたな、このメンバーやと。ビッグは麻痺が強いんで、置いとくとして、これでいこうか。リンか、リンが厄介。目前入ってこれ、デスダンク。ないか。リンが厄介やな。リンがね、ほんまに。ザキヤマは、そのまま来た。スキル出るかな、リン。出るか。めっちゃ減る。これね、あー、やばい、シェーンスキル出てもうた。倒すんじゃない、これ、ザキヤマ。うわー、やばいって、これ、倒したらあかんけど。あかんわ、倒すわ。あぶねえ、生きてる。倒さんかった。ギリギリ生きてた。お、下げてくれた。さあ、ドリル使ってくる。これ、腹痛効果でめちゃくちゃ減るからね。ほら、めっちゃ減る。あの、シェンがやばいな、これ。シェンが結構ダメージ取られる。来るよね。あー、シェンやられるわ。マジっすか。次やられるわ。どうしよう。やられるぐらいやったらもうセス出していきますかね。そうやな、セス出していっとこう。どうせやられるからね、毒で。あ、でもワンチャン、HP 回復があるから、こういっとこう。パトカーがすごいうるさい。お、結構回復したね。でヘルバウンド使ってから、リンも使う。お、ネームレスクリティカルや。ネームレス倒せる、これ。倒せそう。さあ、デスダンク。お、倒した。あー、シェンが強っ。え、今見ました。シェンのスキルでリンワンパンした。やっべー、えぐいね、今の。いや、全滅なんか全く狙ってなかったけど、なんかシェンがすごい活躍した。えぐいね、今のは。いや、これはもうシェンやっぱ取らなあかんね。 UR の選択の時はもうシェンはやっぱ必須かなって思いましたね、今の見たら。やばかったね。いや、びっくりする勝利でしたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。